ランプレーとかで組み立ててくるんじゃないかなっていう。ランでくるか。あ、しかしキュービサッカーかわしてパスになった。リードボールがあっとパスを失敗。相手陣内17ヤード地点。今度は星野が自ら持ってタッチダウン。先制点は関西学院大学。さあ今度はランプレーできました。5番のウォット岩田ジャンプしました。いや星野さん 2.8 ヤード。ドロップバックして右を見た。リードボールを投げていく。タッチダウン。6番の五十嵐。さあランプレーですが、これはセーフティーですね。ランプレーが出ませんでした。セーフティーです。セーフティーです。ここは30ヤードのフィールドゴール、テンポのいい攻撃。今度は星野が自ら持って左オープンをついていく。ついていく。タッチダウン。そうですね。さあここはノーバックでパスプレーで来る。おっとインターセプト。インターセプト。さあこのままいけるか。いったいった。93番のトルターショーン、タッチダウンです。甲子園ボール。おっとファンブル。これはどちらが。あ、法政リカバーですね。第3ダウンです。新井タッチダウン。今日初めてのタッチダウンが決まりました。7番のないことなんですか。そうですね、やっぱりそこで止められたり、しまうことがあるんですけど、やっぱ関学さんはしっかり1ヤードでも多く前に進んでいる印象ですね。34番の伊丹は左へ縦へのパス決まりました。6番の五十嵐タッチダウン。今日ここで鎌田の肩を見せるか。衣笠取りました。いや浜田さん、この肩ですね。そうなんです。ワイルドキャット7番の前島が行く。いったいった抜けた。タッチダウン。いった抜けた。タッチダウン。ワイルドキャット7番の前島。1人モーション、誰が持つか。星野のリードパスが通りました。誰が持つか。星野のリードパスが通りました。さあセットバックして、今度はランプレー抜けてきた。6番の五十嵐。五十嵐のランプ。1人モーションで右へ移動。中央抜けてきた抜けてきた抜けた。ランプレーが出始めました。31番の広瀬。まあ、今シーズンは谷口のバックアップコーター見せてほしいですね。さあギャンブルできた。その大橋、さあ自ら持っていく。これが持ち味。獲得しました。ファーストダウン。あ、しかしなりませんからね。さあここもパスで来る。ああ相手、おっとコーツさ。そしてそのままどうだ。はい、タッチダウン。タッチダウン。ミス。おっとオンサイド狙ってきたが、お、どうだどうだ。まあ、法政ボールです。飛び込むか。いや違う。ここはおっとインターセプト。インターセプト。一気に駆け上がる大勢。さあどうする。一気にいけるか。ここで止まりました。感覚陣内の大勢は一気にチャンスになりました。残り1分15秒を切りました。大橋のパスが掴み決まってタッチダウン。意地を見せました大勢。史上初甲子園ボール6連覇達成。関西学院大学ファイターズ最多34度目の学生日本一。ファイターズ。